今夜、ワシントン州とペニッシュで NBA スーパーフェザー級タイトル空位決定戦10ラウンドが催される。木曜日のボクシング工業とは珍しい。無敗同士の戦いでプロ11戦目のマンディープ。MJ ジャングラにとってはロイ・ジョーンズ・ジュニアにトレーナーを依頼してから8戦目となる。対戦相手はニロ・ゲレーロ。かつてのパウンド・フォー・パウンド。 ロイ・ジョーンズ・ジュニアは、トレーナーのみならず、今回のプロモーターでもある。彼は、ワシントン州トペニッシュのレジェンズ・カジノホテルを会場とした。同イベントは9.99ドルでネット配信され、ロイ・ジョーンズ・ジュニアはマイクを身につけ、戦況を分析しながらセコンドを務めるというから大忙しだ。笑顔を振りまく元チャンピオンの姿に、 筆者は痛々しさを感じた。今年6月22日、ロイ・ジョーンズ・ジュニアは愛息を自殺という形で失っている。その折彼は SNS で以下の声明を出した。残念なことに私の息子、デアンドレは土曜日、6月22日、に自ら命を絶ちました。金曜日の夜、 神が家族と私に人生最後の夜を過ごす時間を与えてくれたことに心から感謝します。今、多くの人が困難な状況に置かれていることを理解しています。でも、自分の命を絶つ行為に、価値などありません。生命とは神によって与えられ、神がそれを奪うべきものです。私自身と家族が物作業に向かう間、 どうか我々のプライバシーを尊重してください。